M5 スタックよりナノ C6 が発売されました。早速3つほど購入。開封していきます。めちゃめちゃ小さいですね。100円玉くらい、小指の先程度のサイズ感です。お値段も1100円と手頃。幅は12ミリ。グローブコネクタの実装でギリギリといった印象です。早速電源を入れてみます。もちろん USB は Type-C、 RGB の LED を搭載。青色の LED もあります。 Wi-Fi6 対応、ただし 2.4GHz のみなので、どこまで恩恵があるのでしょうか。分解して中身を見てみましょう。ケースは簡単に外せます。側面に赤外線エミッターがありました。今回初採用の ESP32 の C6 です。開発環境がまだ途上なので、ボードマネージャで ESP32 の 3.0.0α を追加。ツールのボードから ESP32 の C6 デブモジュールを選択すれば使えます。編集時点ではまだ未対応のライブラリも多いので、注意しながら使いましょう。ネオピクセルは動いたので、 LED テープの制御なんかに使うには必要十分って感じですね。ミニ OLED と組み合わせるとサイズ感がちょうどいいですね。引き出してある GPIO がグローブ端子の2つだけと大変割り切った設計ですが、I2C のセンサとペアで運用したり、 Amazon Echo なんかのスマートホームと連携すると楽しいデバイスになりそうです。皆さんもぜひいろいろと遊んでみてくださいね。